アイライク YouTube、 どうも、つよぽんさんです。今日紹介したいのはこちら。じゃん。はい、ペプシストロングと、手で見えないですね。はい、ペプシストロングゼロですね。まあ簡単に言っちゃえばゼロカロリーとカロリーあり。私は前に動画で言ったかな、グリーンコーラでしたっけ？あれが出た時に確か言ったと思うんですけど、ペプシゼロが大、あ、あのペプシネックスが一番好きなんですね、コーラとかそういう関係の中では。なんで、今回そのストロングが出たということで、自分の中でね、前評価で、ペプシネックスの味を超すかどうか、それを今回ちょっと確かめてみようかなと思って買ってみました。ということで飲んでみましょう。まずは、カロリーありの方から。プシストロングの方から。おっと、いただきます。正直、あまりストロングっていう感じがしないですね。で、カロリーがもともとあるので、従来の普通のコカ・コーラだったり、ペプシだったりの、甘みはありますね。はい。じゃあ、ちょっと、今度はこちらの、ストロングゼロの方を飲んでいたいと思います。いただきます。若干強みがありますね。で、ペプシー、自分の舌がおかしいんでしょうか。今両方飲んだじゃないですか。ペプシーストロングとストロングゼロ両方飲んだじゃないですか。ね。両方ね。なんかね、ペプシネックスの方が炭酸が強いんじゃないかな。なんか辛いというか、ペプシネックスの方がなんか一番こう喉にグーってグワーってくる感じがするんですよ。なんか名前の割にはそんなに強い感じがしないですね。私の個人の感想ですけどね。でも美味しいので、はい、そうですね。このストロング飲むんだったら普通のコカ・コーラの方がうまいかな、カロリーありので。私はこのストロングゼロを飲むんだったらは、そうですね、ペプシネックスを。やっぱり個人的な評価でペプシネックスが1位でした。はい、それでも美味しいことには変わりないのでね。あと皆さんが飲んだその評価、自分はこれの方が美味しかった、いやーこれはどうかなとか、そういう感想をいただけたら幸いです。皆さんはどうでしょうか。ではまた会いましょう。つよぽんさんでした。ご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンをお願いします。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。